森正也は、デロイトトーマーツコンサルティング合同会社の執行役員、東北大学特任教授。寸大甲府高校を経て、慶応義塾大学経済学部卒業。アクセンチュア株式会社、楽天株式会社の執行役員、また研究開発部門である、楽天技術研究所の代表を経て現職。楽天においては、同研究所の未来ビジョンである、 サードリアリティの策定や、講演活動、ルビー開発者松本幸宏との共同研究等を行っていた。株式会社メルカリ R4、D アドバイザリーボードメンバー、情報処理学会アドバイザリーボードメンバー、日本データベース学会理事、電子情報通信学会データ工学研究会、専門委員、総務省スマートクラウド研究会、ワーキンググループ構成員、 ルビーアソシエーション評議員、経済産業省、次世代高度 IT 人材モデルキャリア検討委員、企業情報化協会、常任幹事ビッグデータ戦略的ビジネス活用、コンソーシアム副委員長、データサイエンティスト育成委員会委員を歴任。2013年、日経 b p 社 IT プロにて、世界を元気にする100人に選出される。 10月1日日経産業新聞40周年記念特集にて若き40人の遺災に選出される。ありがとうございます。